我が国は気象条件や地形条件によって洪水が発生しやすく、これまで数多くの水害に悩まされてきました。特に近年は集中豪雨や局地的な大雨が頻発、想定を超えるような甚大な被害が発生しています。河川管理者による治水対策だけで被害を防ぐのは困難で、私たちが暮らす地域は伝統的に水防団の活動によって水害から守られてきました。今その水防団員が減少しています。統計によると水防団員の数は昭和46年から減少傾向をたどり、平成24年までの10年間にもおよそ7万人の人員が減少しています。やる人はやる、やらない人は知らないっていう、そういうところはあるかもしれません。家族は守るけれども隣の人を守らないというのは考える人がちょっと増えてきたんじゃないかな。自分から入っていただける方が少なくなったということは感じておりますけど、水防団員の減少は地域防災力の低下につながります。この傾向が今後も続くとどうなるか、その答えは言うまでもなく深刻です。水防とは自らの地域を自らの手で守る自衛の減災活動であり、水防団はいわば最後の砦です。ぜひとも自分の人生の中の勉強としてね、3年でも5年でも入っていただければありがたいなと思いますので、地域の人たち年齢職業すべて超えて親しくなれた、自分にとって宝だと思っています。お年寄りの思い出を守るために、若い世代の明日を守るために、子どもたちの未来を守るために、すべてが同居する地域の絆を守るために、地域防災力を高めましょう。